いつもご視聴いただき、ありがとうございます。本日の株式ニュースをお送りします。グリーンエナジー&カンパニーの株価がストップ高になりました。同社は株主優待制度の拡充を発表し、これが市場に交換されたためです。具体的には、保有株数に基づいて旧友好カードペイを1000から3000円分贈呈する現行の制度から、300株以上保有する株主に一律3万円分を贈呈する新しい制度に変更します。この新たな優待制度は、長期保有優待制度を廃止し、今年10月からの適用を開始します。ブロードバンドタワーの株価がストップ高となりました。この交換された理由は、直近の連結決算で、以前の赤字から見事な黒字転換を達成したためです。具体的には、前年同期の6000万円の赤字から、1億1900万円の黒字へと改善しました。これを交換し、投資家からの買い注文が集まり株価が急上昇しました。また、営業外収益の増加も利益を支える一因とされています。ヨシコンの株価がストップ高となりました。先週末に発表された24年3月期の決算では、営業利益が前年比で 2.1 倍の 30.3 億円となり、予想を大きく上回る結果となりました。さらに、来期も連続の増益が予想されており、年間配当金も増額される予定です。また、自社株買いの発表も投資家からの評価を高め、株価を押し上げる要因となりました。フューチャーベンチャーキャピタルの株価がストップ高となりました。この動きは、先週末に発表された自己株式のストックが影響しています。取得する株式数は発行済み株式数の 2.9% に当たる25万株、上限は1億円で、取得期限は5月7日から8月31日までです。株主への還元及び資本効率の向上を目的としています。バードマンがストップ安となりました。2024年6月期の第3四半期累計で営業損失を計上する見込みと発表されたこと、及び1月2日に開催した音楽フェスティバル系 ROSS、ボリューム3の売上が大幅に計画を下回ったことが、株価急落の大きな理由となっています。このニュースによって、投資家からの売りが促され、年初来の最安値を更新しました。セレスは、今年度の経常利益予想を16億円から20億円へと上方修正しました。これは前年比で 64.3% 増となり、持分法投資利益の 3.7 億円の計上が影響しています。営業利益は16億円と変わらない予想を維持していますが、モッピーの売上総利益率の向上や D2C 事業の強さが貢献しており、今後もさらなる上振れが期待されています。ユーラシア旅行社が、上期の連結業績予想を修正しました。売上高を以前の予想よりも若干下方修正したものの、最終利益は前年同期の9500万円の赤字から1000万円の黒字に修正され、損益の大きな改善が見込まれています。この予想修正が、年初来高値更新の要因となり、市場からの高評価を受けています。林金産業は、2024年3月期の連結経常利益の予想を従来の8億4000万円から9億1300万円に上方修正し、増益率が 77.6% 増から 93.0% 増に拡大すると発表しました。これは、価格改定による売上高の上昇や配当金の増加、投資有価証券の売却益などが影響しています。また、下期の業績も従来の1200万円の赤字予想から6100万円の黒字に見直されました。インソースの連結経常利益は前年同期比で 24.8% 増の24億円になりました。そして、通期計画の 45.8 億円に対する進捗率は 52.4% で、5年平均の 54.6% とほぼ同水準でした。この結果、下期の連結経常利益は前年同期比 8.4% 増の 21.8 億円になると試算されています。また、直近の3ヶ月間である1、3月期の連結経常利益は前年同期比 29.8% 増の 13.4 億円に伸び、売上営業利益率も前年同期の 39.6% から 42.5% に上昇しています。プリマハムの連結経常利益は、前の期比で 22.6% 増の128億円となり、次期の連結経常利益も前期比 31.9% 増の170億円に拡大する見通しが示されました。また、
年間配当も前期比15円増の80円に増配される方針です。直近3ヶ月の実績である1、3月期の連結経常利益も前年同期比 42.5% 増の17億円に拡大し、売上営業利益率も前年同期の 0.9% から 1.3% に改善されたことが報じられています。ハーモニックドライブシステムズが2024年3月期の連結経常損益予想を従来の2億円の赤字から一転して5億円の黒字に上方修正しました。これは売上高の予想が前回よりも上回ったためで黒字となる見通しです。ただし連結最終損益は子会社の無形固定資産の減損損失の計上が原因で、8億円の赤字から248億円の赤字へと赤字幅が拡大する見込みです。霞ヶ関キャピタルが運営する仙台泉区の新設物流施設 LOGI、FLAG、ドライ &COLD 仙台泉1、2、KOYO がテナントとして決まりました。この物流施設はドライ冷蔵冷凍の3温度帯に対応し、東北自動車道から約 1km の位置に立地するため、非常に交通の利便性が高いです。さらに、太陽光発電パネルの設置や自然冷媒を利用した冷凍冷蔵設備を導入することにより、環境に配慮しつつ運営費用を低減させる設計となっています。山品の連結経常利益は、前の期比で 41.3% 減の3億9800万円に落ち込みましたが、次期の25年3月期では前期比 25.6% 増の5億円に V 字回復するとされています。これにより、4期連続の増収が見込まれています。ワークマンは25年3月期の業績予想を発表しました。営業総収入は前期比 4.5% 増の1385億6400万円。最終利益は 2.1% 増の163億2500万円を見込んでいます。さらに、ワークマン女子の出店を加速し、地域のニーズに合った業態転換を推進することで、収益性の確保を進める計画です。これにより、円安の長期化の影響を受けた一部商品の単価見直しも行われています。MK システムは24年3月期に6億6800万円の赤字を記録しましたが、25年3月期は7300万円の黒字に回復する見通しを発表しました。これは前期の大幅な損失からの回復として、投資家にとって前向きなサインと捉えられます。MTI は24年9月期の連結経常利益予想を14億円から 22.5 億円へと 60.7% 上方修正しました。これに伴い増益率も 3.1 倍から 4.9 倍へと大幅に拡大する見込みです。また、上期の連結経常利益も10億円から 15.1 億円へ 51.8% 上方修正し、増益率は 5.3 倍から 8.1 倍に拡大しました。これは、ヘルスケア事業や法人向け DX 支援事業、学校 DX 事業の売上が増加したためです。株式ニュースをお伝えいたしました。高評価、チャンネル登録、拡散を何卒よろしくお願いいたします。紹介してほしい情報などがあれば、ぜひコメントください。